対局お疲れ様でした。ありがとうございます。本局を振り返っていただきたいと思います。本局は石田流から、穴熊を目指す作戦になりました。西山女王の作戦としては比較的珍しい指し方なのかなと思うんですけど、持久戦になったらこの作戦と決めていたのでしょうか。そうですね、正直今日はかなり意表をつかれたというか、データ上を見ても結構持久戦の将棋をかなり本当に好まれて指されている印象だったので、どちらかというとこうその場で考えてというか、ある程度こう、こういう展開ならこうなるっていうのは考えてたんですけど、そうですね、ミニではない形で早々に左に組み替えたのは結構確かに珍しかったかもしれないです。ただそうですね、コンペの立ち上がりであれば結構まあ成立しているかなとは思ってました。どちらかというとあれですかね、対局みたいな展開をもう一回やられるような感じの想定っていうのもあったんですか、急戦みたいな。そうですね、はい、ただもしかしたらやっぱりシリーズ通して局も同じような将棋にはならなかったので、そこは大島さんがそういうお考えだったのかなという感じがします。ありがとうございます。持久戦のまま駒組みが進んで、昼食休憩の局面は、西山女王が歩を交換するところを狙っていました。序盤の手応えはいかがでしたか。そうですね、まずまずかなと思っていたんですけれど、昼食休憩あたりかなりあんまり読みを入れずに形で結構指してしまった部分があったので、もう少し掘り下げていたら、本譜ではなく6六同銀6五銀のように、結構激しい直線の攻め合いにも選べていたのかなとは思います。ありがとうございます。実戦の進行は歩を交換して、その後2六歩から4五歩というように自分の玉頭の方を攻めていくような展開になりました。自分の玉頭のところですと結構怖いところもあって思い切った手段にも感じたんですけど、このあたりはどのような方針で考えていたのでしょうか。そうですね、やっぱり先手番なんで攻めたいところなんですけれど、2四角で睨まれている分には結構攻め味も少ないので、2五歩で奪還するして、結構2五歩くらい取られていたのが結構マイナスポイントではあったので、そこもなんとかしたいかなという、少しリスクはあったんですけれど、そこで攻め合ってどうかなと思っていました。本譜は、4四角と切り込んでからかなり厳しく攻めて優位を広げて勝ちに結びつけたと思います。勝ちを意識されたのはどのあたりだったでしょうか。そうですね、優勢の時間が少し長かったかなと思っていたんですけれども、結構、見えない粘りが続いていて、そうですね、でも結構本当に最後の方で、7六歩と桂頭に打ったあたりで、明快に一手勝ちかなと思っていました。ありがとうございます。大島女流二段に3連勝しての防衛となります。今回で、女王7連覇ということですけど、今回の大島女流二段は、2月の女王位戦が初手合で、ほとんど初手合の状態で、防衛戦を迎えたわけですけど、今シリーズを振り返られていかがだったでしょうか。そうですね、やっぱり自分の中でも2月の頂点数の勝利は結構印象的で、本当に負けだった内容だったので、それで結構初めての年下の方との防衛戦ということで、結構今までとは結構違った感覚でいい刺激になっていました。で、そうですね、将棋の感じで展開するようでは厳しいと思っていたので、大島さんが特有で結構指されている戦型とかも新たに勉強したりしたんですけれども、結構それも品質しないのが意外なくらい結構面白い戦型で、それも自分の中では一つ学びでしたね。で、
そうですね、結構終盤も鋭く迫ってこれる方なので、はい、全体として本当に充実したシリーズだったかなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。